サノバウィッチ。はい、どうも、盗作中ドルのつくもです。ということで、サノバウィッチ、実はね、紡ぎルートをやると言っていたんですが、先にね、カリアルートの方やっていきたいと思いましたので、カリアルートからねやっていきたいと思います。ですので、カリア若菜パート1ということで、やっていきたいと思います。というところでね、最初の方のなんかね、デートの相談の方の選択肢ですね、でここで空腹を解消したい、を選びたいと思います。じゃあ二手に分かれね。俺は一人で行動するから二人はそのままで。次の上映は2時間後。1時間半ぐらいしか移動できませんから、たくさん調べるためにはそれがいいかもしれませんね。じゃあ効率優先でいきましょうか。俺は上の方から調べるよ。それでは私たちは女の子が好きそうなお店を重点的に見て回りましょうか。そうですね。じゃあこっちから回って、ここのお店に行って、集合はまたここに。あやつさんがさっき言った1時間半後でいいかな。はい、それで問題ないと思います。うん、それじゃあまた後で。ゆっくりもしていられないので、俺は手早くハンバーガーを買って小腹を満たす。はあ、落ち着いた。これなら映画を見ている間にお腹が鳴ることもないだろう。さてと。って言っても、ここはフードエリアだからな。一つ下の階から回っていくか。なるほど。この階、この下には帽子とかメガネとか小物系を売ってるのか。俺はパンフレットを見ながらエスカレーターに向かう。その途中、ドンと誰かにぶつかってしまった。あ、すいません。いえ、こっちこそごめんなさい。あ、ってなんだ、星名じゃん。あれ、カリア、こんなところで何をしてるんだ。私はギターの弦を買いに来たついでにちょっと見て回ってたんだよ。それよりそっちこそどうしたの。お品がこんなところに買い物だなんて珍しい気がする。まあな、高いからあんまり利用はしてないけど、これも必要なことなんだ。というと。おかけんの相談でな。ああそうだ、カリア時間ある。なくはないけど、何か用事。ちょっとデートしない。な、何言ってんの？デートとかいきなり。もしかしてからかってる？からかってるわけじゃないって。まあ事情は今話すよ。なるほどね、デートプランの手伝いか。しかし星名にゃ手に余る案件だね。笑うなよ、そのことは俺が一番よくわかってるんだから。悪かった。てなわけで、力を貸してくれないか。俺と一緒に行動して、女の子が好きそうなものを探してほしいんだ。うん、いいだろう。そういうことなら力になりましょう。どうせ弦を買う以外に予定はないからね。助かるよ。じゃあ早速行こうか。そうしてカリアは迷いのない足取りで歩き出す。あのさ、もしかしてカリアってデートに慣れてたりするの？はい？何言ってんの急に。いやだってデートのことなら私に任せろみたいな流れじゃなかった。違う、それはあくまで星名に比べたら同性の私の方が分かるだけであって、あ、私だってデートなんてしたことないもん。そうなの。じゃあ俺が初デートの相手は、何調子ぶっこいてんの。なわけないじゃん、これはデートじゃないんだから。友達と一緒にお店を回るだけなんだから。女の子と二人っきりで行動するのをデートって言わない。今時はそれぐらいじゃ言わないの。友達同士でも行くの。そっか、そういうもんか。そうだよ、そういうもんだよ。じゃあデートはない、デートではないにしろ、そういう経験はあるの。いや、ないけど。てか恥ずかしいこと言わせるな。私のことはどうでもいいんだってば。悪い、つい気になっちゃって。だいたいこれがデートになったら、星名だって初デートの相手が私になるんじゃないの。
そういうことになるか。星名はそういうの気にならないの？ん？いやまあ、まずデートできるってことが嬉しいし、カリアはそういうのって結構気になるの？そんなことはないけど、気にしてる私がバカみたいじゃん。なんかムカつく、星名のくせに。そんなこと言われても。もういい、ほら行こう。そうして俺とカリアは適当にショッピングモールの中を歩いて回った。そういえばさ、女の子ってどれくらいリードしてほしいものなの？どれくらいって言われても、ほら、エスカレーターでは女子の後ろに立ってあげたり、荷物を持ってあげたりとか、いろいろあるだろ。そういうの鵜呑みにしてもいいのかな？どうだろう、そういうのはやっぱり本人次第だと思うから、あくまで一般的な感じでいい？もちろん。最初はあんまり鵜呑みにしない方がいいと思うな。人によってはカバンもファッションの一部で持ってる人もいるからさ、全員が持ってほしいってわけじゃないと思う。そうか、なるほど。でも何も気遣いをしなくていいってことじゃなくて、例えばジュースぐらいならおごってもらってもありがたく受け取れると思う。でもそれが数千円の食事とかになるとさ、申し訳ない気分になるじゃない？確かにそれはあるかも。だからまず最初は提案しつつ空気を読むのがいいんじゃない？参考になるよ。そうだな、重要なのは相手の前田さんの嬉しいことを考えなきゃいけないんだよな。なんか真剣だね。真面目にかなり悩んでる様子だったから、おのずとこっちも真剣になるさ。それだけじゃなくって、もしかして星名もそういうことで悩んでるんじゃないの？俺が？例えば綾地さんとか最近仲いいじゃん。どうなのさ、本当は狙ってるんじゃないの？そんなことを考えてないよ。なんで？もったいない、あんなにそばにいるのに。そりゃ可愛いとは思うし魅力的だけどさ、高嶺の花ってやつだよ。俺には叶わない夢は見ない主義だから。さすがにそれはマイナス思考すぎると思う。まあ変に焚きつけるつもりもないけどさ。とにかく今回の相談は俺のためじゃないよ。そっか、うん。それよりもさ、さっきの具体的な話に戻るけど、手をつなぐのはどうなんだ？初めてのデートでしてもいいのか？いいんじゃないかな。恋人同士の初デートならありでしょ。女の子は手をつなぐの結構好きだよ。女の子同士でもそういうことするし。え、あれって普通の友達同士でしてるの？多分ガチレズは少ないと思うけど。そうだったのか。てっきり手を握り合ってる女子は全員ガチレズなのかと。女子っていうのはスキンシップが好きなんだな。というか手を握るってもしかして結構気持ちいいんだろうか。なあカリア。ん？何さ。えい。俺はカリアの手を握ってみる。おお、これは柔らかくて、なんか俺の手を、俺の手とは全然違う。まあね、男女でつなぐっていうのはまた意味が変わってきますからね。事態を把握した瞬間、俺の中に気持ちが流れ込んでくる。あ、かなり驚いてる。まあそれはそうか。そしてカリアは顔を赤くしながら激しく腕を振ったので、慌てて俺はその手を離す。いや、手をつなぐってどんな感じかと思って、まさかそんなに嫌がるとは。本当にごめん。別に嫌がったわけではないんだけど、急だったからつい。何しろごめん。いや、まあいいんだけど。恥ずかしそうにカリアはその場でうつむく。先ほどまで驚きだったカリアの気持ちは今は照れと戸惑い、そしてなんだろうこの苦味を。ちょっといろいろと混ざりすぎていて判別がつかないけど、俺に対する拒絶とは違うか。どうやら怒ってはいないらしい。とはいえ苦味はネガティブな感情に共通する感覚だ。本当にごめんな、軽々しく繋いだりして。もういいってば。本当いきなりすぎてでびっくりしただけだから。
一瞬苦味に混じって薬のような味も混ざったか。いや、気のせいかな。とにかく恋人同士なら手をつなぐのはあり、友達同士で関係の発展を狙っているのなら、まあ空気を作ればありだと思う。ただの友達同士ならなし、そんな感じかな。なるほど、うん。俺はそうしてカリアの話をメモに取りながら、具体的な川上くんのプランについて話を続けていった。あ、そろそろ合流する時間だ。そっか、それじゃあ私もそろそろ行くかな。悪かったな、付き合ってもらってありがとう。いいって別に。じゃあ頑張ってね。あ、さてと、集合場所に向かうか。ああ、もうこんな時間ですね。はい、ということでここから未読じゃなくて既読のシーンなので、未読のシーンが来るまでね、飛ばしていきたいと思います。はい、というところでね、この選択肢まで来ました。あ、ここはというと、あれですね、多分カリアのバイトの時に見に来て、なんかあれじゃなかったですかね、冗談を言うか普通に褒めるかみたいな制服姿を見てみたいな感じだったと思います。というところでちょっとじゃれてみるを選びたいと思います。いやー、カリアの可愛いメイド服が見たくって。棒読みやめろ、閉めっぞ。やだな、ただの照れ隠しだよ。本当に似合ってると思ってるんだぞ。褒めるなら素直に褒めなさいよ。可愛くないな、星名は。そういうカリアは可愛いよ。はいはい、あざーす。軽くいなすカリア。けどその方が赤くなっているあたりが言われ慣れていないってことだろうな。で、ご注文はブレンド。はい、というところでね、ここだけちょっと未読だったところですね、また飛ばしていきたいと思います。はい、というところで、ここからね、未読のシーンなので読んでいきたいと思うんですが、ここはですね、文化祭でしたっけ、あれがね、ベースのね、練習を主人公くんが、めちゃくちゃ練習してる時ですかね。急にどうした？なんでいきなり謝ってるの？両手を合わせて頭を下げるカイドウに俺とカリアは首をかしげた。いや、それがさ、今日はちょっと用事ができちまって。そうなの？それじゃあバンドの練習は？今日は個人練習ってことで、本当にすまない。そっか、まあ用事があるなら仕方ない。俺も今が大事な時っていうのは分かってるんだけど、どうしても抜けられない家の用事があってさ。習字も悪いな。いや、俺はどのみち個人練習して基礎を何とかしなきゃいけないから、今はまだみんなで集まらなきゃいけないってほどでもないからさ。そうだとしても意思疎通のために一緒に練習するのは重要なことなんだよ。そんなもんか。そうは言ってももともと知り合いなんだからなんとかなるだろ。とにかく抜けられない用事なんだろ。なら仕方ないよ。気にせずまた明日から一緒に頑張ろうぜ。お、悪いな。じゃあ今日は一人で練習か。一人だからってサボるなよ。分かってるよ、そんなことしない。サボったら舞台に立った時恥をかくのは俺だけじゃない、カイドウやカリアにも恥をかかせてしまうことになる。それにパーティーの雰囲気も悪くなるだろうしな。改めて考えると本当に俺には荷が重すぎるだろ。これ不安で泣きたくなるわ。星名、どうしたの？なんか表情が暗いよ。ああ、いやちょっとな、失敗した時のことを想像したらちょっと吐きそうになった。おいおい、本番までまだ何日もあるんだぞ。大丈夫か？死ぬなよ。ああ、不安も忘れるぐらい練習をするのみだ。その息だ。星名は今日練習どうするの？そうだな、部活に軽く顔だけ出してあとは家かな。まだ音を鳴らす以前の問題だしな。そっか。じゃあ悪いけど今日はそういうことで、明日からは本当にきっちり練習できるから。ああ、よろしく頼む。じゃあ俺はそろそろ。あ、はい、わかりました。
練習頑張ってくださいね。バンド演奏、本番を楽しみにしてるからね。そういうこと言われると泣きそうになる。情けないですよ先輩、ここは任せんかいぐらいの気合を見せてくださいよ。努力はしてます。まあまあ、あんまりプレッシャーをかけちゃかわいそうだよ。ここは素直に見送ってあげよう。別にそういうつもりはないんですけど、そんなか細い精神って大丈夫なのか、こっちが不安になります。とにかくやれるだけのことはやるから。うん、期待してるよ。手伝えることがあったら何でも言ってくださいね。ありがとう。それじゃあ悪いけど頑張ってね。はい。そうして俺は部室を後にしてそのまま正面口に向かった。靴を履き替え学院から出る。先に買い物をしてから帰って下ごしらえをしたらすぐに練習に戻って。ん？あ、やっと来た。カリア、どうしたんだこんなところで。星名を待ってたんだよ。俺を？なんでまた？決まってるじゃん、練習を見てあげようと思ってだよ。やっぱり星名を一人にするのも不安だしね。俺って信用ないんだな。そういうわけじゃないけど、誰かと一緒にした方がやる気が出ることってあるっしょ。それは確かに。それにさ、何かわからないことができた時、教えてもらえる相手がいる方がいいしさ。それは助かるけど、カリアはギターだろ、ベースもできるのか。弾けるって言えるほどではないけど、ギターとベースには共通してる部分も多いしね。少なくとも今の星名よりは上手だと思うよ。それを言われると反論はできないんだけど。あとさ、実はもうスタジオの予約を入れちゃってるんだよね。カイドウの用事も突然だったからな。まあキャンセルすればいいだけの話なんだけど、あんまりキャンセルとかしてるとスタジオの人に嫌な客だって思われちゃうから。そういうのはさ、後々困ることになりそうでしょ。だから二人だけどスタジオで一緒に練習しない？ああ、そういうことなら俺は構わない。というよりもこっちからお願いします。一緒に練習してください。よし、決まりね。じゃあ早速いつものスタジオに向かおう。にしてもドラムなしで練習するのはちょっと不安だな。それなら問題なし。今時はネットに何でも転がってるからね。このリズムマシンのアプリを使って、あとはスマホをスピーカーにつないでっと。それで大丈夫なのか。うん、私はこれでいつも練習してるからさ。それなら大丈夫か。普段から使っているのなら安心できる。それぐらいカリアのギターはうまい。さてさて、それじゃあ練習楽しみだね。そういうプレッシャーやめてくんない？違うって、別にそんなこと考えてるわけじゃない。リズムはさ、こうしてアプリがあるけど、ベースと合わせるなんてなかなかないから楽しみなんだよね。そう言っても俺まだ合わせられるレベルじゃないけどな。そんなネガティブなこと言わない。実践の中でこそ技術は磨かれるもんさ。ということで、まず今できる範疇でやってみよう。やっぱダメだね。だから言ったろ、合わせるなんてまだ無理だって。実践で鍛えるためにはそもそも実践に耐えられるだけの技術が必要だ。打ち殺されてるだけじゃ何の成果も得られない。仕方ない。じゃあ特別レッスンだ。専用の BGM ですかね。結構いい感じの BGM ですよね。よろしく頼む。って言っても俺の場合はまず指の動きからちゃんとしないとな。カイドの本バンド仲間に基礎は教えてもらったものの、それを演奏のレベルまで引き上げるにはまだまだ先は長いな。というか本当に間に合うかな。ちくしょう、なんで俺の左手はもっと器用に動かないんだろう。左利きだったらな。それ普通にレフティーになるだけだから。まあそうか。カリアは最初から指はうねうね動いたのか。うねうねって？俺の目から見たらうねうねだ。なんでそんな器用に動くのか謎で仕方ない。なんでと言われてもな、それだけの練習を重ねてきたからかな。やっぱりそれしかないか。
そこはギターとベース、通じることも多いと思うから私が教えてあげるよ。助かるよ、よろしく頼む。任せなさい。じゃあどうしようかな。基礎の基礎はできてるし、あとは練習量の問題だから、やっぱ実際に弾くのが一番だね。ということで簡単なところから練習をしていこうか。ワンフレーズでもバッチリ決まれば星名も自信がつくって。そういうもんかな。ここは騙されたと思って私に従いなさい。わかった。楽器に関しては先輩だからな、おとなしく先輩のご意見に従います。うむ、殊勝な心がけである。じゃ早速やってみようか。えい。そうだ、今ちゃんとできてたね。確かに難しい箇所もあるけどさ、今の星名にでも演奏できるんだって。こうしてさ、一部でもきっちり演奏できると自信がつくっしょ。確かに、なんとかなるような気がしてきたかも。と言っても下手には違いないから、気を抜かずに本気で練習は続けるように。わかってる、ありがとうカリア、今日は一緒に練習できてよかったよ。そう言われると悪い気はしないね。というかカイドウよりも説明が分かりやすい。さっきの演奏もカリアがいてくれたからこそできたことだ。あ、いや、そのそんなに言われると照れるね。でももっと称えるが良い。カリアさんの説明分かりやすいっす。ギターうまいっす、聞き惚れます。チッパイ最高、ヒュー。頭蓋王は静かみにして無理やりスピーカーの中にぶち込んでやろうか。冗談です、冗談、すみません。冗談でも言うてええことと悪いことがあるんちゃうんか。はい、わかりましたね。エセ関西弁はやめてください、怖いです。だか、さてと。ギターを置いてその場で立ち上がるカリア。あ、怒った。ごめん、そんなつもりじゃなくて、練習に付き合ってくれたことも感謝してる。違うって。いや、怒ってるのは本気だけどね。本当にごめんなさい。そうですよね、さっきからカリアに睨まれるたびに胸をつくような痛みに襲われる。これ本当に怒ってるってことだな。ちょっと言い過ぎたか、練習が成功して調子に乗りすぎた。二度と変なことを言わないように。悪い、今のは調子に乗って最後は変なこと言ったけど、カリアのギターをうまいと思ったのは本当だから。え、ああ、うん、ありがとう。けど本当にうまい、すごいかっこいいと思った。あ、女子にこういうこと言うとまた怒られるかもしれないけど、これはマジで。それぐらいなら怒りゃしないって。というか、ギターは結構練習してきたから、そういう風に言われると嬉しいよ。恥ずかしそうに笑うカリア。こういうカリアはちょっと珍しいな。さっきのギターを弾いてる姿はかっこいいという感じだったけど、今は年頃の女の子というか。何さ。いや別に、ちょっといろいろと。にしても本当にかっこよかったよ、ギターを弾きこなす姿、ちょっと憧れた。な、大げさな。そんなおだてても何もないよ。大げさじゃないって。今は俺も楽器に触れてるからさ、そういうのがよくわかる。そんな素直に褒められるとちょっと気持ち悪いな。言葉とは裏腹にカリアは結構嬉しそうだ。伝わってくる感情からもさっきのような痛みを覚えたりはしない。じゃあちょっと自主練してて。え、どこに行くんだ。うるさいな、すぐ戻ってくるからおとなしく練習してなよ。ああ、トイレか。いちいち口に出さないの、空気読め。俺に言葉を叩きつけるようにしてカリアは、部屋から出ていく。まあ確かに今のは俺が軽率すぎたか、わざわざごまかして言ったのに口にしちゃったからな。なんか集中力が切れた。カリアが帰ってくるまで俺もちょっと休憩。にしてもカリアの説明は分かりやすかったな。やっぱりギターとベースって共通している部分が多いからなんだろうか。ベースを置いて背中を伸ばすと肩甲骨のあたりがポキポキとなった。ああ、俺も早くベースに慣れて指が痛くならないといいな。
あ、爪伸びてる。早めに削っとこ。爪の手入れはカイドウの知り合いにも言われたことだ。ちゃんと爪切りやエスリをカバンの中に。あれ、カリアのカバン。俺のカバンと並べて置いてあるカリアのカバン。その隙間から本が覗いていた。ちょうどタイトルでも見えるその本は、猿でも弾けるベース入門。これってベースの教本。なんでカリアがこんな教本を。もともと自分で使ってたわけではないか。ギターなんだから。もしかして俺のために勉強してくれた。そんなことは一言も言ってなかったけど。星名、そんなとこで何してんの。ちょっと爪を削ろうかと思って。指と爪のケアはしっかりしないとね。いい心がけだ。まあ冗談で言うならともかく、本気であればあるほどそういうのを恩着せがましく言うようなやつじゃないか。ちなみに削り方の良し悪しってあるの。どうかな。爪って引き方にも大きく関係してくるから、音を確認しながら削って試してまた削ってっていう感じかな。まあ今の星名なら邪魔にならなきゃいいって感じじゃない。私も形にこだわりがあるわけじゃないから。ピックだし、爪を気にするよりも先にまともな演奏できるようにしないとな。じゃあ練習を再開する。お、よろしく頼む。練習した。今日は悪かったな。俺に付き合ってもらったりして。別に。というか、元をたどれば私のバンドに星名を巻き込んでるわけだしさ。むしろ私の方こそありがとう。別に礼を言われるほどでも、俺もベースが楽しくなってきたから。ならよかった。カリアの無邪気な笑顔。学院での付き合いもあるし、それなりに仲がいいつもりだったけど、こういう姿は珍しいな。いつもカイドウも含めてバカ話をするだけだもんな。ああ、けど最近はバイトのウェイトレス姿という意外な姿を見ることがあった。こうしてカリアの新たな一面を発見するたびに浅い付き合いだったんだなと感じる。何かね、そんな不思議そうな顔をして。カリアも真面目だなと思って。誘った俺が言うのもなんだけど、バンド演奏のことを半ば強引だったからさ。何？まだそんなこと気にしてたの？だって結構嫌がってたろ。だからどうしてそこまで真面目にやってくれるのかなって。問いかけた俺に対し、カリアは心底呆れた表情を浮かべながら力なく頭を振る。あのね、確かに一番最初話を持ちかけられた時は嫌がったけど、それは恥ずかしかったから。ギターを弾くのが嫌なわけじゃないの。カイドウの口車に乗せられたように見えたかもしれないけど、確かに人前で弾いてみたい気持ちはあったし、で、披露するからにはしっかりした舞台にして成功させたい。だからこれは親切とかじゃなく、私のわがままなんだよね。なので星名が気にする必要はなし。そういうもんか。答えるカリアの言葉に嘘や無理は感じる。本心からライブの成功を願っているらしい。そうか。だったら俺も諦めたりせず最後まで全力でやらないとな。大体私のことを言う前に星名自身そうじゃん。俺？何のこと？だっておかけんに入ってこうして誰かの悩みを解決させることに必死になって、私が真面目なら星名は大真面目だよ。まあ引き受けたからには知らないふりもできないだろう。私みたいに自分の欲が関わってるわけでもないのに、そういう面倒事を引き受ける時点で真面目って話。まあ欲が全く関わってないわけじゃないんだけど、打算的な考えで俺はおかげに所属してるから。けど人の力になれることが楽しくなりつつあるのも事実だった。だからさ、私に対してお礼とか謝罪とかそういう水臭いのは必要なし。今はライブの成功だけを考えよう。わかった。そうだな。今の俺にそんな余計なこと考えてる暇はないよな。練習しないと。そうそう。つうことで頑張ろうね、星名。ああ、頑張ろう。サノバウィッチ。
いやー、昨日は悪かったな。突然練習を休みにしちゃって。はい、ということで、以上でね、今回は終わりにしたいと、思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。